よっしゃ、撮影開始。あ、なんか車入ってきたよ、なんか。うん？うわ、すげえ車来ちゃった。なんじゃこりゃ。車来ちゃった。すげえ、全然出れねえ。OK でーす。出れないよ、だから。ワンワン。ワンワン。よし、行こう。OK。ワンワン。こんだけ。バイクでしょっちゅうこの辺来てるのに車で全然来ないな。ここ俺一回泊まったことありますよ。なんか良さげな宿がたくさんある。ここペットオーケーなんですよ。さあ富士山はいかに。あ、綺麗だね。そうそう、ここはね素敵なとこなんですよ。いい、ね、富士山綺麗だな。何も邪魔するものがない。雲もがない。今日は最高。富士山、富士山すごいですよね。本当すごい。日本一。なんか海外の山って連なってるけど、はい、富士山は一つだけ飛んであるからかっこいい。みんなここで待って、やっぱグレーいいな、このグレー。お、エスプレッソか。富士山、富士山、富士山、富士山。頑張ります。はい、駐車場大人気。腹減ったな。腹減った。うん、もう食っちゃう？いや、我慢します。我慢できる。はい、我慢します。ザ・パーク。パンケーキがうまそうだな。これ多分湯河原あたりで海鮮のパターンかな。海鮮ですか？でも混んでそうっすね。そうっすね。海鮮屋さん。釣りしてる。なんか気分的にあったかいもん食いたいな。なんすか。ラーメンさ。ラーメンでもいいし、ご飯でも大丈夫だし。何これ、すげえ。迎賓館。最終目的地は湯河原ですよね。目的地は湯河原は行っちゃうだけで目的地じゃないんですよね。椿ラインが目的地。椿ライン。マウント富士。真正面来ましたよ、マウント富士、ね、このままずっとまっすぐですか。そうですね。車いっぱいいるね。ね。みんな行くとこないんだな。こうやって来てるんだね。今ディズニーランドも普段の半分ぐらいだって言いますもんね。人数制限外しても。あまり人が来てないってことですか？そうそうそう。制限してるからじゃないですか？いや、それ外したら元に戻ると思ったら半分ぐらいだって。なんかまだ。気にしてるんすかね。気にしてる人がいるんだろうな。こんな寒いのにバナナボートやってんだ。すごすごいね。落っこちないのかな。今日落とされたら結構なかなか。今 Z の人がお辞儀してくれました。うなずきやえいただきました。お、山登りですね。すごいな、あんなもう荷物いっぱい持って山登んだもん。あ、ここにも小作あります。これなんていうものですか。小作ですか、それとも小作ですか。小作じゃない。小作、小作、小作じゃないんだ。ポートを、ポートを食ってないね。
こんなにこっち来てんのにほうとう全然食わないな。でもこの寒い時期は人気なんでしょうね。そうですよね、うん、まだやってないでしょどっちみち。お、紅葉が綺麗だね。この時間はまだやってないですねきっと、ね、11時とかじゃないですか、こいつおっせえのはどうでもいいけど、うん、右曲がります。はい、そこちょっと右曲がってもうなんかあれですよね、いい道じゃなくなっちゃいますよね。どうだろう、くねくねはないな。ないですよね、ナビで見た感じ、うん、キャンピングカー。普段お買い物とかもこういうので行ってんのかな。いやセカンドカーなんじゃないですか。セカンドカーなんだ、はい、やっぱ余裕がないと買えないよね、キャンピングカー、うん、しかもこれ置くとこもやっぱ余裕がないと、うん、俺いつも思うんですけど、うん、うんことかどうするんですか、キャンピングカーって。薬品があるんですよね、溶かすというか中和する、だけど周りにはつくんでやっぱ洗わなきゃダメみたいですよ。うん、やっぱそうなんだ。やっぱそういうのをちょっと考えると嫌ですよね。うん、っていうかあの秋っぽいんで、うん、買って満足しちゃいそうなんですよね。わかるわかる。だから僕らはキャンプと宿がいいんですよ。うん、そうなんですよ結局は。うん、別荘いいなとかって思うけど結局飽きちゃいそうなんですよね。うん、買ったら買ったで。草ぼうぼうになっちゃって大変じゃないですか。大変ですよ、うん、草刈りって。でやっぱね家って人住まないと、うん、すぐにね朽ち果てていくから。そうですよね、はい、枯葉とかすごいじゃないですか。だからメンテしに行かなきゃみたいなプレッシャーになっても嫌だし、ね、うん、そうなんですよ。行きたくて行くというよりも、うん、この辺も人住んでんだな。なんか夏はどこどこでもずっと過ごすみたいなそういうライフワークできる人だったらいいかもしれないですね。うん、お金と時間ですな。そうそう、サラリーマンには無理っすよ。でもサラリーマンでもそういう人いるんじゃないですか。でも休みが自由にならないでしょ。あ、そうですよね。ここ結構危ないですよ。なるほど、気をつけないと。戦国バラ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 戦国バラバラ。よっよよカーブ、カーブいいね。この辺からまだかな。そろそろですか。もう真正面が戦国バラだ。戦国バラバラ。はい、おお、この辺が客が、うん、まあ、ただ葉っぱが生えてるだけですけどね。ね、うん、でもなんかいいですよね。カフェがあるんですねこの辺は。うん、釜飯屋さんだそこ。本当だ、なんか俺昼2回ぐらい食えそうなぐらい腹減ってきたな。うん絶対食えないけど。いや食えますよ。食えるかな。ほらうなぎの釜飯ですよ。しかもうなぎ、うん、うなぎ釜飯、サンマ釜飯しか見えない俺。あ、ほんとだ、うなぎ、うん、うなぎだ。よもぎのソフトクリームもいいね。でも絶対ここうなぎさばいてないでしょ
そこにやっぱりこだわりがあるんですね。そこはもうできれば天然うなぎがさばいてるところが食いたい。8000円コースです。まあね、そういうとこはね、バラバラです。あ、忘れてたけど俺明日うなぎ食うんだ。マジで、うん、いいな。築地でいいな。そんな好きでもないのに。うん、そんな好きじゃないですよ俺実は。だけど明日食うんすよ。新富町。そう、あーそこ有名だよね。明日ほら行くじゃないですか。はいはいはい。なんて言うんでしたっけ、法事、本願寺行くんでしょ。はい、法事ね。うん、戦国バラバラ。いいね、はい、すすき、すすき見物する駐車場で500円も取られちゃうね。なんかちょっとこれグローブ外していいかな。はい、どうしたんですか。あ、いや中継地に到着しちゃったから完了を押さないと。よし、いけた。やっぱこの行きました。このペン重要だわ。高尾さんもいらない、このペンね。いいねそれ。ちょっとじゃあそれがあると俺もペンにするよね。意外と冬用のグローブって、うん、対応して言うんですけど全然対応されないんですよ。してないですよね、うん、俺も大丈夫って言いながら全然ダメ、うん、やっぱ冬用はダメなんですよ、うん、暑いから。お蕎麦屋さん行くのかな。そうじゃないですか。10割そば食っちゃうんですよ。10割そば、カップルで10割そば食っちゃうんすよ。椿ラインはまだまだ先ですよね。もうちょい、もうちょい、はい。ロイヤルリゾート、ウインカーずっとつけっぱなしだった。あ、終わりかと思った。ハザードだった、しかも。やべね、冬用のグローブでちょっとね、触れちゃうんですよね。あー、親指余ってるんですか。なんか、うん、そうなんですよ。あ、余ってるが、ちょっとこう、ぶつかったタイミングで押しちゃってるんですよね。クラクションとかね。うん。親指余ってるのダメなんだよね。もう親指余ってる。指がもうちょっと長ければいいんだけどな。俺指短いですよ。短いのか。うん、奥行きじゃん。どっかいい感じのところで止まろう。はい、タバコ吸った。はい、休憩しましょう。うん、あ、ちょっとちょっとちょっと休憩してないですよね。同士の、ま、あ、同士で休憩したのか。うん、でもだいぶ走りましたよ。そうっすね、うん、トイレもあった方がいいですか。いや、いいですよ。大丈夫ですか。はい、まあ男はいざとなったらタッチションで。はい、残すだって行きますよ。もう恥ずかしいことなんかないっすから。ノグソしたことあります？山で。ああ、山は結構でもそうらそうですよね。ないですもんね。山登りする人は。山小屋で、はい、すっげえ何年 200m ぐらい並んでるんですよ、トイレ。うん、僕はもううんこ漏れそうなんですよ。はい、無理だと思って、うん、山なんかコロコロって入ってる。そりゃそうですよね。 200m 待てないよ。うん、それは待てない。しかもボットンだしね。うん、だったら大自然の方が気持ちいいっすね。気持ちいいっすよね。すげえ気持ちいい。のこそ気持ちいいっすよ。すげえ気持ちいい。さすがにそこは何、
葉っぱでお尻を拭くわけじゃないですか。山行くとトイレットペーパーないんで、はい、みんな持ってくるんですよ、はい、紙を、はい、でそこはちょっと紙はさすがに持って、あ、ここで止まればよかったね。うん、まあいいっすよ。紙は伏せられないですか。ポケット入れる気しなかったんで、うん、穴掘ってチャイしちゃいました。あ、まあトイレットペーパーだから溶けるだろうと思って、うん、俺はそういう時に大体携帯もしると思ってますから。あ、いいっすね、はい、流せるやつでしょ。うん、この辺ホテルいっぱいあるんですね。ね、もうなんかもう泊まりたくなっちゃう、こういうとこ来たら。なんかこういうとこで愛人と一緒に俺別に愛人っていう感じじゃないですよ。だって、はい、結婚してないから。いやいや、高尾さんは愛人になっちゃうね。はい、もうあれじゃないですか、もうよりどり緑じゃないですか。そうなんです、僕誰とでも別に問題ないんです、はい、これいいホテルだな。すげえホテルですか、うん、これなんだろうね、うん、あ、ここら辺泊まってみる。はいはい、おしゃれなホテルだな、みんな。どこがいいんだろうな、一番お店じゃなさそうなところ。こういうとこで愛人と一緒に来ちゃうんだな愛人なんか箱根ってでも多そうじゃないですか。多いそうですよねだってなんか泊まるとこもなんかいやらしいとこ多いし振り向きって感じ。はい、わ、砂利だな、大丈夫かな。そこ駐車場1台使っちゃいます。ここ入っちゃいましょうか。はい、交互に止めれば、はい、問題ナッシングで。よいしょ、お疲れ様でした。お疲れ様です。足の子でござる。よいしょ、うん、ハマっちゃったよ。はい